結局じゃあソフトを使った研究はあんまりしないんですか？いや、なんかソフトを使った研究は、一時やろうと思って、ガチガチのパソコン買って、スペックが、多分その時、その瞬間だけは、多分相当、まあ、藤井さんとか別格ですけど、多分かなり高性能な部類だったんですけども、で、2ヶ月ぐらい結構頑張ったんですけど、もう疲れちゃって。ちょっと興味深い、ね、これちょっと結構専門的な話じゃないですか、ね、はい、2手目に8音符つきたかったんですよ。すごい、2手目からは、はい、まあ王道の作戦って言ったら、まあ今のトップの方とか見ても、まあ大体8音符じゃないですか。あ、もう何でもできるっていうか、はい、で8音符つくってことは、まあ相掛かり、角換わり、矢倉全部いけますみたいな、位置表示なわけで、3つ押さえとかないといけないじゃないですか。で、それをやりたかったんですよ。で、一瞬自分ちょっと8音符ついてる時期あると思うんですけど、まあこれが勝てないですね。勝てないし、角換わりとか、定石も1から覚えようと思って覚えたりして、やったんですけど、なんかもう、ゴールが見えなくなっちゃって、あともう、忘れちゃうんですよ、あれも。その聞いてもなんかね、そう分かるところ。今でもそのような格闘でとんでもないじゃないですか。どんどん更新されていくし、どんどんなんか終盤までなんか双方折り込み済みみたいな感じで、でもそれってまあすごく当然強い人がそうやってるし理にかなってるわけじゃないですか。ソフトもすごく有効活用して、まあやっぱりそれがなんかこう。まあ、プロの姿なのかなと思ったりもして、自分もなんかそこに飛び込んでいけないかなって思ったんですよ。でもまあそれが結局自分に合ってたかというと多分全然 しんどいだけだったし、まあ結局もうそれはやめようと思って、2ヶ月ぐらいは結構がっつりやってたんですけど、まあちょうどなんかその時になんか奨励会の幹事とかを受けたりして結構忙しくなったんですよ。でも、もう疲れちゃうからやめようと思って。真逆ですもんね、その人とは違う戦法と、その最新の経営を追求みたいな形は。変化するとやっぱり評価値気にするとめちゃめちゃ損するから、そこのジレンマってのは結構あったんですよ。なるほど。でももう今はそこをまあちょっと自分なりのスタイルを、まあ、考えて、ソフトは使います。使います。使ってるんですけど、あんまり多分使ってない方だと思います。縛られすぎないような。逆にこう、ソフトとかでは低いけど、実はその裏にいろんな研究があって、良くなると。研究はないです。あ、そうなんですか。ないんですよ、これは。その場で考えることもあるってことですね。朝決めます。朝居飛車か、居飛車かっていうのも、結構相手によって変えるのかなとか思ってたんですけど、相手によって変えるときもなくはないですよ。この人は台振り強すぎるよなとか、なんかまあそういう、なんとなくイメージで変えたりすることもあるんですけど、今のスタンスとしては、先手は結構ちゃんとやってるんですよ。先手は結構ちゃんとやってるんですよ。先手でなんかいろいろ変化して、わちゃわちゃやるのも、なんかもったいない気がするんで、やっぱりプロだと戦後の作戦、無視はできないものがあって、先手ならまあ今相掛かりをよくやってるんですけど、相掛かり1個だけ押さえときゃいいじゃないですか。でも後手番だと、自分で、まあ相手が、8音符つく前提ですよね。8音符つく前提なら、相掛かり1個押さえとけば、選べるので、先手が。で、相掛かりって割と、まあ、なんだろう。角換わりとかと比べると、研究の負担って少ない。研究もしないといけないし、今進んでますけど、結構力戦になりやすいんで。めちゃくちゃレベルの高い。少しわかります。ただ、まあ、先手は、まあ、ちゃんと、まあ、結構自然に、まあ、割とだから、普通に指して、後手番はもう、とにかく、もう、相手が居飛車党の場合ですけども、散らしまくって、
やろう。なるほど。研究も、めちゃめちゃな。でもすごい、ものすごい交渉率で、プロで、大活躍で。結構ね、戸田井先生のね、ウォッチしてますよね。なんでこんなに、すごい勝ってる。すごい勝ってる。いや、なんだろう。聞きたいって、今日もね。結構ふざけてことやってますけど、ね。いや、師匠にこの間言われたんですよ、なんか。なんかすごい、あの戦法本当にやれると思わなかったみたいな。本当にってことは師匠は見たことあるとか知ってた。あ、研究会やってるんですけど、後手番で結構変なことやるんですよ、自分が。後手番だと。後手番でしかやらないんですけど、変なことやって、たまになんか、いや、その戦法どうかなみたいな、言われるんですよ。いや、てかまあ、これ別に師匠だけじゃなくて、基本的に、まあ変な戦法なんで、自分も変な戦法だと思ってやってるんで、まあその戦法、なんか有力とは思えないみたいな反応にはなるじゃないですか。はい。自分もそれ織り込み済みなんで、でも一度試さないとやっぱりちょっとやってみるのもあれかな。でも研究家で試して、まあちょっといけるかも、みたいな感触が。まあ思ったよりなんか結構、その、大失敗しないかなとか、まあ結構、やる価値あると判断すれば、ちょっとやってみようかな。ありがとうございます。研究外せば相手も一の局面になって。まあそうですね。それを、それを一生やり続けるとなると結構、確かに厳しいと思うんですけど。戦後で自分は結構違う職をさせてるっていうのはなんか、それぐらいはっきり明確に違う。明確に。まあそういう人の人いますけどね。趣味の時代ですね。何人かいますけど、結構特にはっきり違うと思います。先手番だったら本当、ちゃんとした、ちゃんとした将棋さしてくれまた並べて勉強させていただきます。だから言って違うのはね、大きい、すごく変わりますね。先手ならクリアな。でも後手は苦しいから、クリアな。いろいろやるっていう。そのミネリアム。その散らしたり。そうそう。大事かもしれないですね。そういうのありますね。いや、そこもちょっとシビアに考えないといけないんですけど。いや、でもどうですかね。戦後関係なく同じ形やる。スタイルとする人もいますし、本当に人によるとしか言えないですよね。後手より相手得したなぐらいな感じで。そのままね。ポジティブに考えてて。手待ちするような戦型とかによっては、全然あんま関係なかったりする。ああ、確かにね。タイミングとか結構いっても、気になるし、戦後関係なくなんか、もう魅力して待つみたいな人もやっぱりいますし。なるほど。先手番でも実戦にして、して、まあ同じようにやってとか、いろんな人いますけど、定まってればいいと思うんですけど。なるほど。いや、そうですね。定まってればいいってこと。あ、はい。ちょっと大事なポイントでした。ちょっと繰り返してください。おさらい、おさらい。彼女も憧れるんじゃないですか、やっぱそういう独自の戦法を追求したい派だよね。勉強になりました。田中流とか。あ、小島の時私もちょっと冒険を。そうだから先手番で普通に指して後手番で冒険するっていうスタイルに今はなってます。いや、今後変わるかもしれないですけど、今はそういう感じです。いや、もう嬉しい、こういうお話を聞いて、方が言うと楽しいです。見てる方も、なんか同じような形ばっかりになったとしたら、ね、まあ、ね、ちょっと見てるファン的にも、やっぱ面白いことやってくれる。いろんな期待とか、いろんな人がいないとやっぱり面白くないんで。そうですね。私もこう、格がある質問とかされると、あの、間合いあるじゃないですか、いろいろ。すごい分かったふりをするのが大変だったんですけど、それが分かるんですけど、本当に人にいいっていうか、プロでも分かって、理解しきってやってね、出してるわけじゃないからね。その辺がこうね、見てる人にも分かってなるのがね。あれの凄さもやっぱり伝わりにくいですよね。伝えづらいというか、そうですよね。すごいことやってると思うんですけどね。見た目でこう、あ、面白いって、なかなか盤上で表現って難しいと思うんで。そうそう。でもね、見たことない局面をワクワクするだろうし、トナイさんもなんかやってくれるっていうね。まあ、そういう。でもちょっとこう意外でしたね。変なことが好きっていう。いや、プライベートでもそうなんですか？いやいや、それはちょっと似合いが。何ですか？急にね、真面目な話からね。そういう話を勉強になりました。そうですね。いや、本当にあんまり。いやいや、ちょっとあんまりこんな、気軽に話したことないんで。もっとがないと新しい手って出てこないんですよね。いろいろ苦労があるんだなと思って、やっぱりこう。簡単じゃないですよ。名前が作って、隣理由とか。つまり言うとかっこいいですよね。なんか、ね、名前作って、やっぱり、ちょっと、よし。いや、すごいことだと思いますよね。隣理由。いや、なんか、もっといい戦法に隣理由でつけてほしいですね。あ、そうなんですか。自信作じゃないっていうか。でも結構そ
まり指してないし。出されてますし、はい、この中飛車対策とかもすごい勉強させてもらったんですけど。あ、道二月とか、はいはいはい、すごい、あ、だからなんか改めていろいろ本家に、ね、聞いてみたいこともあったんですけど、すごい膨大な研究量ですね。いや、まあ、研究量、研究量ですかね。そこまででもないかもしれない。すごくないですかっていうか、ね、独自の形とか。あ、でもなんか、あの本を書いたりするのは結構、なんでしょう。もともと、なんとなくイメージあるのを整理するのができるんで。なるほど。それによって自分の中でもまとまっていくみたいな感じなんですかね。そうですね。まあ、自分もそういうとこありましたし、後輩の池永君とか、角換わりのなんか、分厚い本書いてたんですけど、あれもやっぱりなんか自分のなんかこう考えをまとめたりする時間にもなったみたいな感じでしたんで。じゃあこう書いてるのはそんなに苦じゃないというか。まあ、大変ではありますけど、やり達成感がある。結構棋士はそうですね。自分の勉強にもなると思ってる人も、まあ、本のなんかそのジャンルにもよりますけどね。ガチガチのその戦術書とかだったらもう本当に自分の勉強を兼ねてできるところもあると思います。言語化するとやっぱスッキリ整理ですね。そうですね。結構じゃあ感覚派って言うかというと、そうなんですよね。まずは感覚とかセンスとかから入る感じな。確かに理論をつけて。理論ではないですね、間違いなく。なんか趣味とかはあるんですか？プライベートを聞きたいですね。ああ、プライベートですね。趣味は、いや、趣味って別にあんまりないんですけど、どうかな。まあ今はでも、本当子供生まれてからは、子供中心というか、子育てですね。まあ、いいパパっぽいですね。棋士ってやっぱり、毎日出勤するわけじゃないんで、家にいる時間も普通の、まあ、仕事の、より、長いんで、まあ、そういう意味では結構積極的に、こう、子供との時間、家族の時間取れるんで、まあ、いいところ、一つかなと思いますね。確かに、こうね、可愛いから時間がね、一緒に取れるっていう。宮崎に帰ったりとかもするんですか？あまり地元には。宮崎は、正月に帰ったんですけど、空港で、その PCR 受けてコロナ。なるほどね。体調は全然悪くなかったんですよ。そのおばあちゃんとかにも会いたかったんで、PCR 受けて、念のため受けたら、陽性で。そうなんですね。でもだからその前結構大変で。忙しかった。いや、まあちょっとここ、歯をやられて、まあ倒れてる時期あったんですけど。ツイッターで心配してましたよ。いや、本当ですよね。大丈夫かなみたいな。そうですね。ツイッターとかでやっぱり発信してよかったですね。なんか喋れないんで、例えば連盟とかに行って、なんか挨拶されても喋れないんで、こっちで。あ、そんなに。そうなんですよ。喋れないぐらい。喋れないし、食べれないし、痛いし、みたいな。血出るし。血が止まらないとか恐ろしいですよね。大変でしたね。この間対局とか、やったんですけど、マスク真っ赤っかになっちゃって。なんかあいつ血吐きながら処理させて。すごい。いやいやいや、ちょっと大丈夫ですか？相手もね、大丈夫ですか？月下の騎士みたいになった。あ、そう、いや、ほんと、月下の騎士こんなんあったなとか思いながら。命がけじゃないですか。今だからちょっと笑って話してます。あ、そうです。いや、もうその、対局の前の週とかはもう本当に、なんか不戦敗すべきかどうかみたいな。発熱じゃないんで、当然延期できないんですよ。ああ、そうかそうか。でも、まともにさせるかっていうと、そう。だから、いっそのこともなんか、なんとか発熱できないかなとか、やっぱり難しいかもしれないですけど、いや、そういうことを考えるまで追い込まれてたんですよ。確かにね。そりゃね、でも、子供もいるし、現実的じゃないんで、全国の大ファンが心配して、ね、元気な姿を。いや、なんか、あ、もう大丈夫。ツイッターとかでなんかこう、ちょっと、弱い姿じゃないですけど、なんかこう出して、なんかこう、おとばしくないかなとか思ったりもしたんですけど。そういうのも気にされるんですか？弱みを見せる。いや、わかんない。逆に今はキュンとしてるかもしれない。キュンとしてるかもしれない。でも、結構やっぱ心配してもらったりとか、知識ある方とかから、直接連絡もらったりとか、いろいろしたんで、良かったなっていうか、やっぱり。
優しい人多いなって思いましたね、将棋界。世間体を気にするじゃないけど、ちょっと強がってやんないよりも、もうさらけ出してやっちゃった方がいいなって。最近はまたできてる、そういう人もいますよね。あ、まあ、でも親近感も湧くし、人間らしくて全然いいと思うんですけど、ね。なんかちょっと身近な感じがする。そうそうそう。よかったですか、すごい。応援したくなるっていう。ね、やっぱり、女性ファンの心。なんで入ったの？そんなつもりないです。男性ファンも多いと思いますけど。いろいろね、NHK とかにも、ね、見られてますし、今日はこの NPSA チャンネルにね、まさか出てもらえると思わなくて。ああ、いやいやいや。まさか出てもらえると思わなくて。そうですね。ありがとうございます。本当貴重な話来ますね、将棋の話もね。プライベートも結構つくんだし、すごく満足しました。ありがとうございます。はい。で、ぜひ、また今後も、何かありましたら、よろしくお願いします。はい。先生にまた遊びに来てください。はい。今日は、隣、ゆうばしさん、ゲストにお招きしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。